11個、もう11個目なんですよね、うん、でも2人のアドレナリンがビンビンすぎて全然無理だけど、まだえ、マジでもう多分入らない私。あ、そうなんだでもこれはもうあれもな、今ブサーネマックスで言っちゃうんだけやけんな。じゃあブサーネがここで唐揚げくん行ったらもうブサーネの勝ちにする。うん、それにする。とりあえず11個のパン対決は引き分けになりそうやな、うん、ただ無水とかはもうもう限界です。なんかあの無水はね、のちょっとなんかお腹やばいけど大丈夫ですか。少なせいと思いたいけど多分結構出ちゃうと思うかも。おばさんみたいな。笑わせて、お腹痛くない。だってもうおばさんのお腹みたいな。やばい、お腹痛い。大丈夫大丈夫大丈夫、出ちゃう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 よ、普通に出ちゃうけど、よく熱いけん。でも服のせいもあったと思います。あんなに出ちゃう。いやいや出ちゃう出ちゃう十分出ちゃうよ。全然味わえんかったな、うん、絶対味わずのになんか10個まで早食いだったので自然と最後まで早食いになっちゃうんですよ。だからでも明日の朝顔も早食いでこれからでも早食いでなっていくと思います。うちらは早食いやけど無水とかちゃんと戻るよ、いつものペースに。え、本当に。あのもう2人とも食べ終わってなんか今唐揚げくんを食べるかっていう話をしてます。なんかえこれなんか食べた人じゃないと分かんないんですけどマジでやばいよ。いやまだいけるよ。11個食べてパンはもう無理。11個食べてブサネがまだ唐揚げくんいけるって威張ってます。威張ってでも威張るのはできるけん。じゃあ行こう早く。ここから移動したら分かるけどな。あーほらーこういうこと言ってだって女やな。いやいや移動するけんその間やっぱきついなっていう。食べたらすごい、ここで食べれたらすごい。やる？やりたくない。やりたくないやりたくない。